サーバントターナー家の子守は2019年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。エムナイト・シャマラン、ダニエル・サック・ハイムラが監督を務め、脚本をトニー・バス・ギャロップが担当した。出演はローレン・アンブローズ、トビー・ケベル、ネル・タイガー・フリー、ルパート・グリントなど、2019年11月28日からアップル TV オリジナル作品として、 全世界に配信された。2021年1月15日からは、シーズン2が配信されている。生後13週間の息子の死から6週間後、フィラデルフィアで暮らすドロシーとショーンのターナー夫妻は、ベビーシッターのリアンを雇い、赤ちゃん人形ジェリコの世話をしてもらっていた。ドロシーは悲しみに暮れ、人形を、本当の子供であると信じていたのだ。そんなある日、 人形に異変が起こる。サーバントターナー家の子守りのキャスト。上段左からトビー・ケベル、ルパート・グリント。2018年2月27日、アップルが本作の制作を発表した。ショーランナーを務める m ナイト・シャマランは、本作はシーズン6まで構想があると述べている。本作は批評家から好意的な評価を受けている。 1> 第1シーズンは批評集積サイトの6点トマト図に46件のレビューがあり、批評化支持率は85%、平均点は10点満点で6.88点となっている。また、メトクリティックには19件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。ありがとうございます。